どうも、こんにちは、プチプチです。どうも、こんにちは、チンコ。どうも、みんなのアイドル、サンデー。ということで、アスタルティトゥーのパート3! 前回、サンドのチャンネルでね、上がったと思うんですけど、見てない方はね、右上のアイボタンとね、概要欄が見えるんで、そちらをまず見てから見てください。あ、今、あって聞こえて、あって聞こえてけない。シュウさん入ってきた。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方は、ここを押して、ここを押して、ここを押します。そして皆さんぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。高評価ボタンを押してくれた方はね、朝起きたらみんな、僕の顔になってるからね、鏡を見てください。痛い！痛いな、お前！ HP お前全然ないぞ。4つしかないぞ。前回、そのカルメル教の命令みたいなので、なんかしないと入れないみたいなのがあったんだよ。で、それの続きで、森の古代遺跡に今回向かいます。ああ動画始まる前にワード入ったらちょっとなんかストーリー勝手に進んじゃったんだけど。武器屋でなんか特殊な装備を売ってるらしいよ。マジ？ねえ、行きたい！ちょっとそれ行ってから、頭蓋骨をぶっ取りに行くわ、その遺跡に。雇われの黒騎士はここにいるよ。あ、ほんとだ。これが雇われの黒騎士。こいつが言ってたんだ、さっきのこと。プッチー見てー何これ新木刀？木刀ある。木刀だ！ノックバック2、ダメージ増加3、耐久3、めっちゃ強いやん、これ。でも木だから弱いんじゃね？そんなこと言うな、お前。ひどいよ、そんなこと言うなんて。最低だ。全然そんな怒られんの？ちょっと武器屋行こうぜ、武器屋。武器屋にもなんかいろいろあるって言ってたから。武器屋の牛丼。何してんの？ああ、ひらこ押してきた。大丈夫、ミカも押してきて、一緒に。武器屋ここだね。何言ってんだろう。すげえ、炎の剣売ってる。私には騎士団の剣があるから大丈夫です。それずるいよね、かっこいい黒っちょいやつ。いいなぁ。ずるい。いいでしょ。まあ、俺一個のなんか封印されし剣、剣があるから。ちょ、なんか次ちょうだいよ、俺に。俺今のところさ、ミカが2人いる。ミカ2人いる。ミカ2人いる。ほら、分身分身分身しだしたよ。怖すぎるこれは。敵じゃないの？あれだよ、タイムスリップしたからさ、時空が歪んだんだよ。なんかサンドがなんかクエスト受けられるの発見したって言ってたけど、どれ？あ、こいつ、看板娘。はい。チップ。イベント発生後なくなります。これ何これ？なんか起きる？モアモア出てない、ちょっと待って。なんか発情してたよ。じゃあ、ベッド。そしたら、向かう場所は、古代文明遺跡で漆黒の頭蓋骨を手に入れる。かっちょいい。おー、しまいに行こう、漆黒の頭蓋トップ。見て、豚が黄昏れてる。ほんとだ、上で。やった。さあ、お前いい加減でしょ、マジで。あ、でもこれじゃない遺跡って、古代遺跡。そうだね。なんかラピュタっぽい、ラピュタっぽい。ほんとだ！あ視点変更するとミカが。ミカ落ちてくるね。ラピュタっぽいよ、ミカが。いた！痛い！いた！もうちょっと丁寧に扱ってもらいたいもんな。ねえ、2匹のミカに追われてるもん、やだ！なんで2体いんだよ。あ、ミカー！ミカー！なんで？じゃあきっとタイムパラドックスだよ。なんか怒っちゃったんだ。一人消滅したんだよ、なんドラカンタラして。おぉ！おぉ！おぉ！すげえ！誰かいる。いた待て、弓で。やめろって、お前。あ、旧帝国の。何者だ？この場所は偉大なる帝国様がお作りになられた神聖な場所。馬の骨が立ち寄っていい場所ではない。漆黒の頭蓋骨であるがこの場所に収められておると聞いての。譲ってはくれるか。アーサー王直属の兵士、ガル・ドゥエル卿のおたち。残念だがそれはできない。あれは何人の手にも渡ってなるものだ。大地を汚し？何これ？水は大地を汚し。草木に、実りを与える。人はそれ以上の幸せを望んだならのだ。人はその身に余る大きな力を手に入れた時、間違いを犯してしまう。彼たちが押し通るというなら、我らはそなたたちの前に立ちはだかる。覚悟せよ。え？あれどこ行ったの？なんか消えたよ。え？いなくなったよ。まあ、先進むか。こっち行けるところあるよ。ほんと？やばい、神秘的。すげえ、神秘的。ここなんか入れる。隠し通路じゃん、隠し通路。やばおぉー何これ？ドラクエっぽい。あ、チェスト。エメロード32個やったクソ野郎クソが俺2個しか持ってない。もうひどい。なんだこれ？チェストある、ここに。何これ？なんかある。シダの鍵、幸運。これ鍵だ。あ、ここはこれじゃん。これだ。これじゃん。どこにいるの？どこにいるの？あ、そこに入れるのか。あ、なんか水が。先行ける。あ、何？なんか水が流れてきて行けるようになった的な。おお。ゼルダ。ゼルダ。ゼルダよ。下行くとりあえず。下降りてみるか。近づいてみ。おお、さっきのとこだ。さあ行きましょう。うわ。すげえ。うわ。これ道草食っとる暇ないぞ。
痛い違う、なんか書いてある。なんか書いてあるね。花。あ、ボタンの鍵だって。取ってみよう。おー、開いた。おお、なるほど。これ真ん中にある植物を入れると開くんだ。トロッコにホッパーがついたしか、あ、これなんかレールいじったりして入れなきゃいけないんだ、多分。あ、ここの中入れるってことか。あ、なんか入ってる。取れるよ、それ。ほんとだ。ホッパーから本当は取ってくるはずなんだけど。ほんとだ。じゃあまあ、普通にやるか。あ、ホッパー、ホッパー行った。あ、なんか回収してってる。ほんと？えらい、えらい。戻ってた、またーい！オッケー、取れた。何入ってた？ひまわりの鍵。これをこっちにすると、多分、あれを持ってくる。いけ！お！持ってきた。はい！枯れ木の鍵。まあ、これ上も通すんじゃない？上？あー、そうだわ。やばい、頭を使わなきゃいけない、だる。死ね。とりあえず手に入った鍵、使いに行くか。それもあり。あー、そうだね。そしたら、ボタン、ここかな？はい。オッケー！うわー、なんだこれ。あ！ここも通すようになったんじゃない？じゃあ、向こうのトロッコを押していきまーす。こう、こう、これで多分通るはず。オッケー、行った。どこに行った？あれ？ん？あれ？あれ？あー、ここ、そこ、そこだ、そこだ。よし、行った。なんかこっちの中入ってったな。ほ？あ、弓矢だ。矢だけもらっとこう。おい！あ、ボタン、あれだよ。狙うんだよ、弓で。あ、そういうことだったの？あらららららら。あらららららら、戻ってっちゃった？で、そっちに行ったら、入ったらボタン打つじゃん。これを多分弓で打つんじゃない？任せろ。ほい！当たってないっすね。ほい！外れてますね。あ、もう出てきた。出てきた。ライラックの鍵。オッケー！おう！またトロッコ。あ、これ、ね、通すのか。そうだ、どっから通す？もう通せる。はい。通した。あ、待って、そっち行っちゃった。ちょっと誰戻した人ねー。ごめん、ごめん。もう一番最初のこと思ってたね。もう、何やってんだよ。ミカ、ミカ、ミカ、邪魔しろ。ミカーミカーあ、行った行った。おう。オッケー。あとね、赤のチューリップの鍵。こっちに切り替えれば、そっち行く。オッケーオッケー。オッケー。ゆっくりでもいいから、そっち行ってくれ。もう来た来た来た。なんか出てきた。あ、これ出てきた。おお、これもう一個じゃない？新しいの？これ何も入ってないね。いや、向こう、あ、こっち行けるもん。あ、そういうことか。あ、あれだよ、こっちにもトロッコ、ほら。あ、乗せるのか。乗せんのか、もう一個。そうだそうだ。あ、これでいけんのか。これでいけんのか。オッケー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 。はい、いってらっしゃい。はい、これで。あ、乗ったな、開いた。あ、なんか開いたぞ。かっこいい。あ、チューリップの鍵。鍵がね、1、2、3、4つある今。あ、あ、押してそれ。レバー。オッケー、これでいける。お、変わってる中が。あ、中変わってんのか。これで多分送ったら、あ、上行った上行った。押したら出てきた。白色のチューリップの鍵。オッケー、じゃここは多分オッケーだね。さあ行きましょう。はい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 。あ、なんか花の箱だって。赤い花の言葉。私は一人ぼっちの赤い花。一人ぼっちこの箱の中。優しさに染めて私を包んでくれるなら、赤い赤き道を示しましょう。他の子たちも一人ぼっちでどっかにいるはず。その手でその子を包んだ時は、その子の色の道が記されるでしょう。赤、白、黄色、青、すべての子たちがこの箱に揃った時、あなたに恵みを授けます。この配置だろうね、多分。確かにね。赤がね、一番この配置で合ってた、上で。そっち、やばい、ここ。こっち、やばいです。え、なにこれ？ダンジョンですね。ダンジョンやん。今日終わんのこれ。わかんない。あ、あるじゃん、ここに。ほんと？青のカゴ。オッケーオッケー。はいはいはい。探す系か、ここは。あ、意外とじゃあサクサク。隠し要素。あ、ここにもチェストある。金玉。やったー。お金になるぜ。そんな。え、金玉？これあるじゃん。あ、危ない。ひらかぶれ。もう嫌だよ、ホラー要素嫌い。ホラー要素か。ホラーじゃねえじゃん。あ、金玉だ、もらっとくね。もうなんでそんずるい。とりあえず保留にして、ちょっと隣の部屋行ってみる。そうだね、ありだね。なんだここ、なんか2階に行けるぞ。上からかい。下から行くか。どっちだよ。あーあー、せーせーあららら、せーえいえいえい。なんか哲学的なことが起きてる。大地。
多分上にも大地区あると思う。ここ絶対ここ大地あるよ。ちょっと違った、めぐみとたく、なんちゅうのたくたくみ誰あれ、たくみとめぐみお友達みたいなテンションで言わないでよ。さあ次探すの。でも俺アイテム欄いっぱいで何も持てないんだけど。なんか言ってる、禁句とされる魔術に手を出し3つの漆黒のなんちゃらを手に入れたみたいな。なんか財政危機にあったみたいなテンションだね、言ってること。なんかこれあれじゃない、また水流れてくんじゃないここから。あ、ね、なるほどね。おー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 、敵倒すときおーおーおーしか言わねえじゃん俺なんか書いてる。あ、さっきのやつ並べるんだ。緑白赤、緑白赤、土で、あ、ごめん、白緑赤来た。おー水流れてきたよ。ほんと、おーおー、これまたそこの下行けるようになるんじゃない。そういうことだ。ということはやっぱあの部屋やんなきゃダメっぽそうだよね。何してんのこいつら。行った。俺チューリップのやつこれ多分置くんだよ、多分どっかに。チューリップの部屋も最初行った部屋も行こう。最初行った部屋、オッケーオッケーオッケー。これ多分置くんだ、これも こいつに置くんだ、こいつ。あー水出てきた。おーおーおおお、回路がめっちゃ見えた。いたもう何なんだこいつら。死ねー、てや私がいただいた。この部屋でなんか探してた。はい、うざい。俺何もしてないのに。てや私がいただいた。あと2個探さなきゃ。結構難しいね、これ。ねえ、ここはマジで謎なんだよな。俺わかりました。はい、今からマジックします。あー、すごい。赤色の道にをするスペースってそういうことか。行きたいかい？ベーケ。ある、なんか。あ、黄色のやつ。おナイス。え、これこうじゃない？いけない。助けて。ジャンプしたらいけるんじゃね、あっち。いけないかな。行ってみ。はい。ひらくいけた。はい。ねえ。はい。ねえ。みんなと俺、取り残されてるから。はい。バイバイ。じゃあ行こっか、先。お、噴水あるよ、噴水。これ何これ。なんかあっち側に、水入ってった。あこれであるじゃん。でも、全部のチェストまだいけてないよね。いけてない。白のカゴ、イエーイ。あの一番奥になんか行けそうな場所あってまだ行ってないんだよね、多分。このミカが早くって。うるせえ、黙れお前。うち行ってきて。オッケー、行ってくるわ。どうせレアな武器でしょ。やったー、エメラルド64個が2個。それは山分けってことでね。それ山分けでしょ。じゃあとりあえずこれを入れてから山分けとしよう。赤上の青が右の、黄色が左で白が下。ありがとう、これでみんな一緒に寂しくないよ。あ、木のリングもらった。私ももらったわ。これじゃあ別にやんなくてもよかったってことなんだ。だね。エメラルド欲しい人。はい、ひなこちゃん64個あげる。ありがとう。え、全然、あれもらった俺。15個。ふざけんな、お前。じゃあ64がひなこで、で、もう1個の64は俺とサンドで山分け。え、でもそれでも、うんうん、それだとしてもさ、うるさーい、山分けて。うるさーい何これ。ごめんなさい。おい、バカ、お前、急に、閉じ込めた。おい、出して、出すなよ。強えぞ、こいつ。強えぞ、結構。そうなの。俺もう壁はめしてるけど。なんか、はい、アカシアの鍵手に入れてる、私。おー4つやったら上開くんじゃない。やっちゃおうよ、もう。そういうことだ。リンチやな。あ、来た。弓持ってるよ、弓。ははは。おらしでオッケー。で、4つ全部回ったかな。上のあれにはめるだけじゃないよ、と。うち、そこの鍵入れね。読むね。読んできてくれ。あれ？いや、お前バカ、お前そっち回りじゃないよ、お前右が。オッケー、できた。うぜえな、こいつ。腹立つな。あ、なんか置いてよ。なんか、やばいぞ、これ。ゼルダであった、こういうの。え、ちょ、誰が先行く？なんかやばいとこ来たよ。ラスボスじゃねえ、これ。なに、これ、なんか、やばい、やばい、なに、なんだ。トラタ、今まで人生の中で間違いを犯したことあるか。人は失敗に直面するまで間違いを犯していることに気づかない。失敗から学ぶことで間違えたものが何かを初めて理解する。次の失敗を、防ごうとする、それが人間だ。我々帝国は遥か昔に間違いを犯した。その間違いは帝国を衰退させた。しかし時間とともに人々から帝国の記憶は消え去ってしまった。このままではまた人は同じ間違いを繰り返してしまう。その今そうなったのように。しかし帝国民は聡明だ。人が間違いを犯さないよ。この世に隠されたこの世の理を断り断りを
求める力をもう二度と人が使うことのないように人は大地の恵みという喜びを受けながら生きていくのだ。夢に大地以上もう望んではならぬ大地の何断りを歪めてはならぬ。我は戦う人の歩む道を正すために大地の安直を揺るがすものを排除するために我々は偉大なる。もうもう敵来てる。やばい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 。なんかサボテンかサボテンが反り立ってるスチンコが痛い。おい、はあ、我私から行くぞってかかってくるがいい。テイはい、あ、痛い痛い。お前ふざけんなおい。自爆しちゃったわ。待って待って待って、ああ死ぬ死ぬ。あえい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 。よし、サンドがいるからあの炎のやつ撃っても全然大丈夫。オッケーオッケーオッケー。やめろってお前。あ、え、やった。え、もう終わった終わった。ラッキー。おいおい、先ほどの崩壊した旧帝国の将ということじゃったが、漆黒の頭蓋骨の力を恐れているようじゃった。アッサルテをこの世に存在させるためにアッサルテを使わなければならん。今わらわたちが作ろうとしたアッサルテなんじゃろうな。とりあえず頭蓋骨を回収して遺跡を出るぞよ。見て、頭蓋骨めっちゃかっこいいよ、ほら。え、そう、かっこいいよね。なんか野球ボール持ってるみたい。野球ボールだ。イェーイ、野球しようぜ。はい、キャッチボール。いったー、ナイスバレー。イェーイ。できた。なになに、あ、チンタロウくんか。いや、そうだったわ。俺たちチンタロウだったわ。頭蓋骨を手に入れたようだな。何よりだ。これ私が預かっておこう。君には最後の頭蓋骨を集めてもらわなきゃいけない。最後の頭蓋骨は今は住んでいない旧帝国が作った海上都市にあるという。船の手配は既に済ませてある。このチケットをキャメロンの西にと隣接する港に停泊している船の船長に見せてくれ、目的の場所に連れてくれるであろう。海上都市のチケットをもらった。あら、この間、チンタロウだったかしら。それカード屋さんじゃない。みんな元気に。エロ。エロ。そうだよ、すまないが、私たちは今大事な話をだな。あら、それって多分私も1枚に2枚も噛んでる話のことよね。実はチンタロウには息子の代わりに漆黒の頭蓋骨を集めてもらっているんだよ。あら、そうなのすごいね、チンタロウって。ちなみに、俺のチンチンもすごいぞ。そうね、それだったらそんなに君に、そんな君にこんな魔法を教えてあげましょう。おぉおぉ、エッチエッチな魔法。魔法サイダーを使えるようになった。サンダーだよ。サンダー、何サイダーって。シュワシュワしてんな。サンダーはファイヤーより声が低いけど早く攻撃できる魔法よ。味方は自分は誤爆する危険もないの。どっか誰かさんを教えたファイヤーなんかよりも安全な優れも、あ、全然優れもでしょ。チャイは子供に使うかしことこと感謝する。あなたは本来教会に弾圧されている魔女である私に自由を研究させてくれたんだから、長く話してしまったな。それでは最後の頭蓋骨を手に入れてきてくれ。この任務が終わったら騎士の称号を授けることに約束しよう。目標、偽物を出て港に停泊している海の船長にチケットを見せる。ということで、次回サンドのチャンネルでカードウェル氏からもらった船のチケットを使い海上都市に行きたいと思います。楽しみだ。次の動画見たい方はね、右上の i ボタンまたは概要欄から見れるのでぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またよろしく。バイバーイ。